小田急線新宿駅地下ホームでホームドアの稼働が開始しました。小田急電鉄は今日30日新宿駅8番線9番線ホームでホームドアの稼働を開始しました。新宿駅では4番線5番線と合わせて稼働したこととなりました。小田急線では町田、相模王の海老名、本厚木、中央林間、大和の各駅に 2022年度にホームドアを設置する予定だということです。これで1月30日の KAB ニュースを終わります。